ロシア軍はウクライナのマリウポリに攻勢を仕掛けていました。陥落の危機が伝えられていたマリウポリなんですが、今日ロシアのショイグ国防相はプーチン大統領にマリウポリは解放された、マリウポリ全体がロシア軍と親ロシア派の支配下にあると報告しているんですよ。ウクライナ側は製鉄所を拠点に戦っていたんですけれども、ここをロシアが包囲していると。まだ中には民間人含めて2000人以上が残っているとしています。ウクライナとしては徹底抗戦の構えですよね。だってそれ抗戦しないとその土地奪われちゃうわけですし、で包囲されているから引くに引けないですしね。この報告に対してプーチン大統領はこれ以上の製鉄所への攻撃は得策とは思えない、攻撃の中止を命令する、マリウポリの解放作戦は成功に終わったと述べ、製鉄所への攻撃中止を命令したとしています。なんですが替えも通れないように封鎖するということなんですよ。仮に2000人以上が本当にいたとすると、これね、日々の食料だったり水だったり、こういうものだけでも膨大な量を消費します。いわゆる兵糧攻めで根を上げるのを待つというところでしょうか。今後さらに民間人の犠牲も予想されます。このアゾフスターリという製鉄所はソ連時代に建設され、東京ドーム235個分の敷地の地下にはもう一つの都市ともいえる巨大な空間が広がっていると朝日新聞が報じています。難攻不落の製鉄所なんですね。だからこそこれまで持ちこたえてきましたし、だからこそプーチン大統領も深追いするなよということなんじゃないでしょうか。そしてそこを守っているのがアゾフ連隊ですよ。この名前最近よく聞きませんか。アゾフスターリとともに世界の注目を浴びているのがウクライナ軍で製鉄所を守るアゾフ連隊だ。元は14年春に結成された民兵組織、当時ドネツク州、ルハンスク州で次々と行政庁舎などを占拠し始めた親ロシア派武装組織をマリウポリから撃退した。このため地元では信頼を寄せる市民が多い。しかしロシアのプーチン政権は当時の創設者が民族主義者を自称したこの部隊をナチスと呼び、国内向けのプロパガンダでも格好の標的にする。マリウポリの劇場爆撃はアゾフの仕業などと主張してきた。日本にもロシアのプロパガンダに乗っかってアゾフがっておっしゃってる方いますよね。今だとそのアゾフが民衆を巻き込んで人間の盾にしているとかさ。しかしマリウポリというのは今包囲されていて逃げるのも容易ではないわけですよね。それなら製鉄所に行くっていうのもなんかわからんではないんですけどね。この製鉄所、通常では1万人ほどが雇用されていたと言います。1万人ですからね、そこの関係者とかだったらあの場所に避難しようとかって考えませんか。ロシア側の制圧宣言にウクライナ側は違う反応を示しています。マリウポリの市長顧問はウクライナメディアに対して、プーチン氏はただ破壊された街を背景に勝利を宣言したいだけ、彼らは勝利していないと述べています。現時点でこれを確認するというのは難しい話なんですが、まあ、やはり相当ウクライナ側が追い詰められていたというのは明らかです。ウクライナ東部ルハンスク州の軍事指導者セルヒー・ハイダイ氏は21日までに CNN のインタビューに答え、同州の領域の 80% が現在ロシアの支配下にあると明らかにしていました。本当に厳しい状態だったんですよ。ロシアは当初軍事作戦がグダグダでしたけれども、まあ、体制を立て直して、まあ、やっぱり実力はあるといったところでしょうか。ウクライナにとっては厳しい状況になってきたんですが、まあ、やはりそれでもロシアを追い返すという可能性もあるでしょう。そのためにはしっかりと兵員だったりとか、まあ、装備品ですよね、こういうのを整えて援軍に行かないと。戦闘のフェーズが変わって必要な装備品というのも変わってきました。アメリカをはじめ各国が武器支援を行っているんですが、これ問題なのは間に合うのかっていう話ですよね。普段使っていないものを提供する場合、訓練も必要になりますし、なんとか持ちこたえてほしい。前にも言ったんですけども、やっぱ歯がゆいのはこの我々の日本がですね、そういうウクライナにそういう装備品の提供っていうのできないことですよね。まあ、そう、まあ、防弾チョッキとかは遅れていますけれども、その攻撃できるようなものね、日本こういう状況にあってもちょっとのんきすぎるんじゃないかなと思いますね。やっぱ次の参院選で、まあ、しっかり国防っていうのも論点に上げていかないとダメですよ。最後に告知なんですが、そして急なんですが、4月29日栃木県鹿沼市で行われる自民党鹿沼支部公開講座に出演することになりました。まあ、こういう、まあ、こんな概要ですね。無料ですのでお近くの方はどうぞ。ということで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。